こんにちは。今日はカゴメそのまま育てるトマトの土で植えているトマトに支柱を立てます。こういったぐらいの長さの支柱をトマトの苗近くにしっかりと差し込みます。そしてこういったビニール帯と呼ばれるものでまず支柱にしっかりとくくりつけて、その後に苗を結びつけます。この時に苗が食い込まない程度に軽く結んであげてください。そうしないとトマトが成長した時に茎が食い込んでしまいますので注意してください。以上です。